次の災害への備えについてです県は去年マグニチュード9クラスの超巨大地震が起きた場合の新たな津波浸水想定と被害想定を発表しました井上アナウンサーに伝えてもらいますはい、えー。新たな想定は 発生頻度は極めて低いものの甚大な被害をもたらすおそれのある最大クラスの津波が起きた場合の浸水範囲とそれによる被害を推計したものです具体的には東日本大震災や明治昭和の三陸地震それに国が想定を示している日本海溝・千島海溝モデルの5つの地震をもとに最も被害が大きいケースをまとめています それによりますと、津波の最大の高さは九字港で14.3メートル、釜石港で12メートルなどとなっています。最も高いのは、宮古市の小堀内漁港で29.5メートルという数字です。そして、被害については、日本海溝沿いを震源に帰宅時間などと重なる冬の夕方午後6時頃に発生した場合、死者は東日本大震災を上回る7100人、 この7000人が津波による死者で最も多いのは久慈市で4400人次いで宮古市で2100人となっています地域防災が専門で新たな被害の想定に携わった岩手大学の斉藤徳美名誉教授は被害を防ぐためには防災士などを中心に地域で対策に取り組むことが大切だと話します地震の発生10分後 時速3キロ、まあ、これは大人が普通に歩く速度よりも緩いぐらいです。で避難すればまずほとんどの命は助かるというふうなことが、まあ、計算上は出てまいりました。即避難という認識を持ってもらうためにまず住民の方々にそういうふうな啓発というものが非常に重要になります。ですので一つは自主防。 お互いにそういうふうなことを理解する場を持つ一つの町内会あるいは集落、えー、学校、事業所に一人防災士を育成するそして日頃からの啓発、それから訓練等の参加とこういうことを地密に繰り返していくしかないだろうとその上で高齢者や障害者といった素早い避難が難しい人がいるかなど 地区ごとの実情に合わせきめ細かい対策の検討が求められると話します私のような高齢者それから障害を持った方とかいわゆる災害弱者とはそういう方々の割合が非常に増えています通常徒歩での避難ということを呼びかけていますけれども車を使うでも車を考えた時には道路状況をどうするのか。 どこまでの車のの車許容をするのか日頃から地域の特徴に合わせたいろんな対策を進めていくそういうことが必要になってきます。